答していただくものになっております。ちょっと一旦一緒に一問だけやっていきたいと思う可能性があります。給食費はします。私あまり政治の知識がないので、どういう選挙って言われてもあまりピンとこなかったりしたんですけど、今回受けて抗議を受けて、なんか前に比べたら少しでも知識関心が増えたなとは思いました。自分たちがこれから国をいろいろやっていかなきゃいけないので、自分がその一票投票しなかったところで変わらないだろうっていう意見じゃなくて、一人一人がそういう意識を持ってやっていかなきゃいけないなと思ったので、一人思いました。